じゃあ、お疲れ様です。回数でいくってちょっとめんどくさいやつになってる。回数なんでそれやったんすか。ストロング飲むやつは大体ダメ人間だっていう。ああ、僕そうですね。昨日安室ちゃんのブルーレイを見ながら2本行って、わけわかんない一人であげちゃいました。はい、あげちゃいました。あれも酔っ払って。薬味ですね、おネギと生姜まででございます。お醤油つけてお召し上がり。はい。これちょっとしか。回数で稼げるって言っちゃったんで。全然。すいません、ください。変えてもらった。めんどくせえやつになっちゃった。変えてもらいました。深いのしましょう。これ大丈夫ですか。やっぱり緊張しました。まずは銀杏から参りましょう。これは何でいただいたらいいですか。お塩、お塩だしよろしいと思います。パリパリがいいですよね。すごいです。これ食べながら下町ロケットみたいです。安っぽくなりますね。安っぽくなります。すいません。最初もお塩よろしいかと思います。はい、エビちゃんも綺麗。うん、ああ、まあ、ちょっと調子出てきました。うまい。はい。ですね。目覚めてきた。山が一体何だったんだろう。ペース上げますから。抑えてた。はい。こう今グッときます。開放今。山口さん。15杯目ぐらい。まだありますか。あ、もういただきます。今日潰そっかな山口さん。もう少し衣をつけましたので、天つゆもよろしいかと思います。はい、同じエビですか。同じです。あとはちょっと寝かせる時間が少しだけ違う。先一口目は何もつけなくても出してくれると思います。はい、うん、うん、全然あれですね、脂っこくないですね、うん、全く。僕らの寿司屋が表現できないところに行ってますから。僕らは生の魚とご飯くっつけて喜んでるだけですよ。言い方喜んでる。こんな表現したらどこまでしょうか。粉くっつけて喜んでる。生魚とご飯くっつけてワイワイ言っていい。わちゃわちゃ言ってる。怒られますよ。あ、美味しい。オーストラリアのものは旨味がありますね。甘みというよりも、はい、すいません、何度も申し訳ないです。ちょっとギリギリまで、はい、ギリギリで言うと今度僕がこぼしちゃう。絶対なくなんないいいですね、月曜日から天ぷらを。今日は白子、白子リサ、白子はすごいな。それもう禁止にしていいですか。白子出てきた時の白子リサ禁止にしよう。白子多分これ2年越しぐらいで言ってます。そうでしょ。めっちゃうまいっすね。渋谷系ですね今。これでいこう。残り半分は
美味しいです、ね、これは。素材食ってる感じですよね。そうっすね、本当に。一光さんコメント力高いっすよ、ね。え、またですか。いや、なんか、なんていうかね、なんか普通だとうまいと思ったら一緒に来てる人に美味しいねで終わるんですけど、ちゃんとその作り手に伝えられるじゃないですか。今でこそこうやって飲んでますけど、はい、最初の頃になんか料理出してて普通に相沢さん美味しいですって言われた時に挙動っちゃいましたからね。そんなストレートに言われたことない。この前のあの武蔵の動画でも、はいはいはい、武蔵のあの鉄板焼きの人が美味しいですって言う。あれって多分作り手の人本当嬉しいんだろうなと思う。ミスチルで言う君が好きですよ。どんだけストレートやん。本当なんかこっちが恥ずかしくなるぐらいストレートな時がたまにあって、いや多分もう本当美味しいから美味しいって言っちゃう。でもそれがまあ食べ上手って言ったらあれですけど、食べ手としてはすごい、なるほど、いいと思う。あれもうテレビでもう、うん、まい言うって言ってたら絶対嘘ですから。そんな余裕ないですよ、絶対。あったよ、はい、あれだけお塩も合いますし、天つゆもやはり相性がいいですね。2号で、はい、はい、天使でも僕1回もまだまあでも変える必要ないんで、変える必要ないですね。もともと切ってるんですよ。随分さっぱりした。そうですね。船乗りいくらでございます。こちらはそのまま天皇も食べやすいかと思いますが、主役はいくらではなく海苔ですね。主役が海苔ってすごいっすね。うわぁ、最後の余韻は海苔の方が強いかと思います。うーん、あー、おいしい。いけるわ、たっぷりついてくださいね。全然違う。俺の5倍ぐらい入ってる。クリです。クリさん、何もつけなくてもよろしいかなと思います。今日は一回蒸してからお揚げしますね。そうなんですね、はい、大体硬いですからね、うん、普通に食べるより美味しいですか、ね、こちらはですね、一回剥いてから塩水につけたリードペーパーでくるんでラップをしてから蒸してあげるんですけど、急激に冷やすとその塩水の中に自分で閉じ込めていくと結構しっとりします。へぇ、化学みたい。先ほどのモンハブの栗でございます。栗ですか、はい、ちょっとモンハブにしてございまして、へぇ、はい、この間揚げ玉とかでございます。下は天ぷらの半分ですね。すげぇな。うまい、甘い。栗自体が随分甘くなります。今日はお出汁とバターと生クリームを少し伸ばしてます。へえ、あー、この味か。キスです。いい音。今日で4日ほど寝かせてますんで、一口目何もつけなくてもいいです。へえ、はい、すげえ、全然キスも寝かせる魚なんです。
行きましょうか。ちょっと西行きたいですね、次は。西の酒ですか。なんか西ありましたよ。じゃあ、春市から行ってきますか。はい。さんも似たりですよ。じゃあこれ、はい、じゃあもうこれでいきましょう。じゃあ、はい、すずつながり品川すずですよ。めっちゃでかくなる。あれ揚げるとこんな香りになるんですね。揚げるので香り強くなるんですよ。衣がガラッとしますので香りがちょっと閉じ込めるというか、あ、衣最強説出ましたね。出ましたね。衣の打ち方とかも出ますもんね。ですね。その子に合う衣っていうのは結構いろいろあるので、いろいろ試しながらやる感じですね。なるほど。ネタによって全然違う。そうですね。だからどういう役目を果たせたいのかっていうのは、うわすげえ、卒業まで見てますよ。素材の卒業まで。今日はエビ芋ですね。エビ芋天ぷらにいたしまして、今日は白味噌のご飯です。豆乳仕立てにしてございます。最初のうちは香ばしい感じを少し楽しみます。粗熱取るとまたその香ばしさよりもちょっと違うものが出てくる。レンコンが甘いと思うとないですけど、これが天ぷらってこと。いや美味しいですね。レンコンここまで美味しくない。同じものの半分ですね。また違うものになってると思います。甘く感じると思うんですね。うん、じゃあ温度が違うから。そうですね、口の中で熱いって感覚が一番強いんで、やっぱり熱いを先に感じるんで甘さを感じないんですね。熱抜いてあげるとより甘く甘い、レンコンってあの普通に市場で出回ってるものは品種の指定がないんですよね。全部レンコンっていうくらいでくるんですけど、レンコンの種類って44種類あるみたいで、だからどれが取れたかってわからないんで、今直接やり取りしてどこの畑のなんだよっていうのを一応聞きながら、ほう、あのその品種はどんな味をするっていうのをちょっと今探してる感じなんですけど、まあ、そうするとなんかちょっと面白いことができそうだな。引きしちゃダメってことですよね。上にお塩してますんで、はい、紙ごと持ち慣れて手がおかしいって教えてもらいます。手でいっちゃおうかな。天ぷらを手でいくっていうのも、うん、素晴らしいスタイル、ね、天ぷら作った。また穴子です。通常ですと半分ぐらいの大きさでお揚げしてございます。もし切れるとそのまま1本でも、多いようだったら3分の1、好きなサイズで。僕1本で1本いきます。いきますか。じゃあ僕も1本で、はい、僕半分でいいです。半分でしょ。あれこういうとこっすよ。この男の意に正直なんですよ。美味しくいただきたい。ちょっとラーメン二郎精神が出ちゃいました。そうですよね。あれ三田のラーメン二郎さんって何時からやってるんですか。8時あ、そんな早くやってますね。8時半からやってますね。普通にあのお昼ぐらいから開くのかなと思います。どんだけ熱心なんだろうと思って。結局豊洲って狭くなったじゃないですか。
そうですね。だから回ってる時間早くなっちゃって。ああ、そうですか。なんかもう場所覚えちゃうとポンポンポンって回れちゃうから、回ってる時間早くなっちゃったから、ちょっと時間持て余して帰ると、二郎さんの前取ると大体なんか1回転目の人が並んでて、でそこにお寿司屋さんの人とかがたまにいるんですよ。これもすごいですね。プロも行くんですよ。やっぱあの時間にラーメン食えるって、二郎さんしかないんですよね。食うラーメンがでも行き切ってますよね。あーすげえ。ジェルってこれはすごいですね。今しょうもした生姜を上に乗せてもいいですし、欲しいよ。うまいっす。いや、うまいっす。ほんとうまいっす。おいしい。最後は琥珀芋。琥珀芋。琥珀芋。はい、気持ち悪い。うまっ。冷やしたらもっと甘いですか。冷えてきたら甘くなりますよね。そうそう、うん、少し硬くはなるんですけど、甘さは出るんですけど香りが消えますね。この後はお食事でございます。最後はかき揚げを使いまして天丼か天茶漬け、あとは白いご飯とかき揚げを別々で召し上がります。僕は天丼で。天丼しましょうか。はい、じゃあ僕も天丼でお願いします。天丼しましょう。僕も天丼でお願いします。しました。器を選んでください。あら。一応7種類ありますんで。ご準備させていただきます。多くないですか、7種類って。はい。お腹でも入ってました。一応器に合わせてかき揚げの大きさも書いてあります。あ、なるほど。あとかき揚げ大きくご飯少なくっていう組み合わせもあるんで、一応49通りあります。あ、じゃあ僕3番目に小さいやつで。3番目。はい、それで。めっちゃビビってんじゃないですか。はい、もう僕はもう無理です。じゃあどうしよう、俺2番目に小さいやつ。はい、どうぞ。途中で赤いしば漬けを入れるのまた味も変わってきますよ。梨のソースをかけたんです。いや、寿命2年縮んでも惜しくないですわ。
these films.